はい、アカシックサーチのシンです。リクエストでございます。マレーシア航空370便失踪事件ということでお送りします。この事件はですね、マレーシアクアラルンプール発北京行きの、ボーイング777という飛行機が、約250名を乗せてクアラルンプールから北京に行くはずだったのが途中で引き返して迷走してレーダーから消えたというのが2014年ですね、確かに起こった、失踪事件ということで、これはですね、私非常によく覚えていて、ショックなことが2つありましてね。まず777、これが消えるというのがすごくショックで、777が落ちたのかというショックが非常に強かったです。ボーイング777と787は非常に信頼していて落ちないというイメージがあって、これプラスエアバスの380、この3機に搭乗するときは非常に安心してるんですよね。まあ落ちないっていう。で、このこれが落ちたという、まあ落ちたかどうかは完全には分かっておりませんが、まあ一応落ちたというのが、すごくショックだったのを覚えています。これが落ちたらもっとショックかな。380が落ちたらちょっとショックですね。で、あとですね、もう一つね、この事件が起きて数日後に、フライトの予定が入っていてね、ドーハに行く予定だったんですね。まあ実際ドーハ、カタール航空で、これマレーシア航空なんで航空会社違うんですが、飛行機乗るわけですから、まあちょっと気持ち悪かったですね。この事件の3日後ぐらいに行って、たんじゃなかったかな。その時の機は、エアバスの320かなだった気がしますね。確かそうだったと思いますね。あんまり好きな機体じゃないんですね。こっちがいいです。はい。まあ、エミレーツあたりのこれが一番安心できますけど。はい。まあ、それは置いといて。で、結局、まあ失踪して、ボディの部品のようなものは見つかっておりますが、本体が未だきちっと、ブラックボックスも当然回収されていないという状況で、まあいろいろな説が当時から飛び交っておりました。どこかに誘導されて不時着というか、まあどっかの軍の、滑走路に降りているんじゃないかとか、ということを等々言われておりますが、とりあえず、墜落しております。インド洋です。インド洋水深約2500メートルの下に眠っているはずです。まあ、ポイントまで一応出してみたんですが、まあ、ちょっと今回地図で出すのはちょっとやめておきます。最も有力視されているのが原因として、機長の自殺説と言われてますね。はい、機長に愛人がいて、それが奥さんにバレて離婚になって、非常に精神不安定であったというポイントと、もう一点、親戚の政治家が汚職で逮捕され、それに対する抗議的な意味の自殺ではないかというのが結構有力視されております。52歳の機長ですね。機長さん。はい、機長さんの、まあ、単独ハイジャックによる、自殺行為で道連れにした、抗議活動という意味合いもあったのではないかというのが結構有力視されている、まあ、仮説となっているようですが、機長の自殺説というのは一応反応がありませんでした、ありませんでした。あと出ているのがミサイル説、ミサイルで追撃されたというのもありますが、これも反応しません。まあ、ミサイルで追撃されたんならば、まあ、なぜわざわざあれだけ、本来のフライトコースを外れる必要があったのかという矛盾点がありますので、無理やりこじつけようと思えば、
こじつければしますが、ちょっとまあ無理のある説しか出てこないので、まあミサイル説はないという、理論上的な、否定と、まあ反応上もないということですね。で、反応したのはですね、一応ハイジャックと出ました。今時ハイジャックができるんだなということで、ちょっと反応の結果にびっくりしましたが、一応ハイジャックと出ます。今の飛行機というのは操縦室に入れませんので、強いセキュリティと金属の扉で入れないんですが、入り込んだタイミングというのは、まあ、機長なり副機長なり、まあ、操縦士がドアを開けて出るタイミングに一気に突入すれば入れますし、は逆にその操縦席に戻るタイミングに一気に襲えば入れる。もしくはスチュワーデス、キャビンアテンダントを脅して、ナイフを突きつけて用事があるような、コールを操縦室にさせて開けて一気になだれ込むということも想定できるかなと思ってみたりしたんですが、一応反応があったのは、操縦室から出てくるタイミングで一気に入ったという、だから席を割と前の方に取っていたということになります。でハイジャック一応2人組と出ていて、黒人以外の有色人種ですね。有色人、何系も一応出しましたが、ちょっと乗客名簿も出てますので差し障りがあるといけませんので、まあ、有色人とだけ言います。白人ではない、黒人でもない有色人種というところまで。目的ですが、キーワードでヒットさせていて、まず抗議、広い意味としてのお金というか利権というものは一応ヒットいたしました。はい。ただ直接この二人が金という感じではなくって、この二人のメンタル上は、まあ名誉ですね。名誉という感覚で、行動をとっているという答えとなりましたね。操縦室を乗っ取って機長らは殺害されているはずです。この2人は結局ハイジャックして生きようと思ってないみたいですね。まあ彼ら2人がどういう気持ち、まあそういう気持ちになるのにどういう流れがあってそういう気持ちになったのかというのは非常に興味深いんですが、ちょっとそれはかなり入り込んだサーチをかけていかないと出ないですし、ちょいと怖いので、ちょっとそれはやめておきます。はい。まあ、このぐらいのところで、マレーシア航空370便失踪事件、二人の有色人種によるハイジャック、名誉を目的としたハイジャック、そして意図的な墜落ということとなります。現在インド洋、結構西の方なんですよね。水深2500メートルのポイントかな。まあ3000は反応しなかったんで、2500は反応して3000は反応しなかったので、この間のところの水深だろうと思われます。はい。まあ、いろんな機体がばらけてますので、まあ、1000メートルだったりとか、確かインド洋は深いところで8000メートルクラスですので、まあ、まあ、これ海溝でしょうけどね。はい、まあ、もう4000とかいろんなところに散らばってるでしょうが、メインの機体はこの2500メートル近辺のところにあると。そういう感じのようでございます。あくまでもアカシックレコードサーチという、戦術、墨術、ということになります。はい。以上でございます。それではまた次の動画で。